お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回の暗号通貨ニュースは3本立てでお届けしようと思います。時間はそんな長くありません。まず1本目はですね、2023年の仮想通貨市場の年次レポートが出ております。今ライブでやってるんですよ。これでね、英語で書かれたり喋られたりしてるんですけども、便利な世の中でもう瞬時に自動翻訳されるんで、英語の苦手な私でもね、これでスムーズに読めるわけですよ。これでザーッと読んでいきますね。もうね、細かく読むとね、すごい時間かかるんですけども、こういうのを把握した上で暗号通貨ってものにね、取り組んでいかなくてはいけないときに、ほとんどの方は読んでないと思いますんで、その情報の格差がね、私のこれだっていう暗号通貨に、一点突破がこう可能になっていくってことなんじゃないかなと思います。で、今日の2点目なんですけども、シロサイっていう、暗号通貨をね、ちょっと紹介しようと思います。仮想通貨の時価総額は2023年に倍になったよってことですよね。すごいですね。もう 1.7 兆ドルになりましたね。こんな感じです。だからね、2023年の初頭に何でもいいから買っといたら、大体年が終わる頃には儲かっていたって話じゃないですか。ビットコインだって3倍ぐらいになりましたからね。だからビットコインね、もうこれで天井だろうと思ったら、そっからまた行くわけですから。レジサポ転換で天井だと思ったところが今度は底固めになるみたいな感じで、次のフェーズに進んでいきますよね。はい、そしてビットコインは2023年に 155% 成長したと。ETF 承認への信頼が高まるということで、今後まだまだビットコインは値を上げていくんじゃないかなというふうな市場予測ですね。イーサリウムは2023年に 90% 上昇したがビットコインに上回ると。実はイーサリアムの方がね、値上がり幅としてはビットコインよりもでかかったわけなんですよ。だからイーサリアムもね、多くの人に富をもたらしたんじゃないかなと思います。信頼されてますよね、イーサリアムね。で、ソラナ。たびたび話題にも出しますけども、ソラナがね、むちゃくちゃ値段が上がって10倍ぐらいになってるわけですよ。だからソラナね、ちょっとでも買ってる人ってのは、ものすごくワクワクしながら2023年を過ごしたんじゃないですか。はい、そして2023年の NFT ですね。私もずっと注目してた NFT だったんですけども、これはね、ICO と同じように極端だったですよね。当たるやつと、そうでもないやつと。大体の NFT ってのが無視されていたわけですよね。要するに、誰でも NFT って参入できるんで、誰でもできるものは誰にも選ばれないっていうことなんですよ。で、誰もができないような人がやったものが、一部ね、市場をかっさらっていったって話でしょうね。で、仮想通貨の取引高はやっぱり上がってるわけなんですよね。だから、伸びつつある市場ですから、いわゆる上りのエスカレーターに乗ってますかって話です。はい。まだまだありますけどもね。またまとめて報告しようかと思います。はい。それでは次のレポートですけど、シロサイですね。シロサイ。シロサイっていう暗号通貨が24時間で 200% の上昇を見せております。シロサイっていうのはね、柴犬と同じでものすごく安く買えるんですよ。ただしこれね、去年の12月から比べて 99% くらい値下がりしてると思います。これ24時間で見たらこうですけども、じゃあ例えば3ヶ月で見たらどうかっていうとね、ガクーンと値段落ちてると思うんですよ。ほら、こっから来てますからね。で、下の方にもレポートがありますけども、白菜の史上最高値はいくらですかね。0.2 円っていう時代があったんですよ。それが2023年の12月16日に記録されたと。だから2ヶ月前はそうだったんですよね。だから 96% 値下がりしちゃったわけなんで、これもね、だから、柴犬と同じように、急騰する可能性があるんですよ。この単価が安いだけにね。だからこういうのに1万円仕込んでおくってのも一つでしょうね。1年で見るとどうなっていくかっていうと、こんな感じです。で、つまり、もっと高い時もありましたよってことなんですよ。で、マックスで見ると、だからまだ新しい仮想通貨なんですね、これはね。いつ生まれたんだろう。ここにデータいろいろ書いてますからね。見ていただければと思います。こちらとかね。だからね、すごい分析されてるわけですよ。このコイン月光っていうのは。コインマーケットキャップも同じぐらいの分析力だと思いますけども、どこもね、すごいですよね。はい。じゃあ今日の話題の3点目いきましょうか。3点目はいつものやつですね。ビットコインが640万にもうちょっとですよってことで、イーサリアムはやっぱり340万で硬くなってるなと。で、XRP ね。これも一進一退ですよね。なんか XRP は誤情報によって値段がガクンと下がった瞬間があったみたいですけども、そこで誤情報だと気づいて買った人ってのはね、まさに大きな含み益を取ってるんじゃないかなと思います。体のもの75円前後で落ち着いてきたのかなと思いますけども、体のはね、80円を切らないでいてほしいかなと思いますね。今でもね、瞬間的にですけども、70円を切る瞬間とかがあって、ちょっとびっくりするわけですけども、柴犬、はい、0.0014円以上なら売りです。
0.0014円以下なら買いです。だから今は買ってもいいよって感じですよね。まあ柴犬も冗談コインですから、よくコメント欄でね、柴犬のプロジェクト知ってますかとかね、言いますけども、知りませんと。単なる宝くじで買ってるだけだと。暗号通貨なんて本当にね、真面目に考えたらね、もうむちゃくちゃ掘り込んでいけるわけですよ。それこそ1個の暗号通貨の知識を深めようと思ったら、もう他の暗号通貨マークできなくなりますから。だからそこまでね、真剣に考えない方がいいと思いますよ。真剣に考えるのは、投下する自分の資産ですよね。それをそこまで言っていいんですかって話ですよ。まがいものと思った方がいいです、暗号通貨は。本当はね、真面目なプロジェクトばっかりですよ。でもそれを理解しようとすると、ものすごい時間かかりますから。大抵の人にはちょっと無理ですよ。毎日忙しいわけですからね。暗号通貨のことを1個知ろうと思っても、まあ1日じゃ済まないですよ。だからどこまで知れば自分はそれを知ったと言うんですかっていうね、関連論になってきますからね。だから無理ない範囲で、ほんわりとでいいんじゃないですか。はい、ということでございます。今回の暗号通貨は以上です。白債っていうのが出てきましたね。